のりまさ TV が始まります。はい、皆さんこんにちは、のりまさです。いつも YouTube、Facebook、カメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはですね、こちらでございます。これは何でしょうか。こちら、山崎さんのデイリー、山崎さんのかりんとう、何まんじゅうみたいな、なんかそういうやつ、パンのコーナーにございましたけど、80円。これはお店で作ってるんでしょうかね、ちょっとわかりませんが、このままで売ってましたんでね、ポーンと置いてたんで、袋にね入れてくださったということでございます。かりんとうのような感じの、まあ、まんじゅうですね。初めて食べますね。いただきます。これはね、うまいよ。本当にね、お菓子のかりんとうほど硬くはないですけど、あのかりんとうのカリッという食感がありつつ、中にまんじゅうっていうね、これ本当に、これどうやって作って揚げてるんですかね。ちょっとわかんないです。揚げてるのかな、それとも周りに砂糖をやって焼いてるんですかね、わかんないですけど。これ出来たてほやほやをですね、なんでしょうね、なんか外の、ワゴン、なんていうの、ああいうの、なんていうんですかね、まあ、売ってるじゃないですか。まあ、例えば、原宿とか渋谷とかで昔僕買いましたけど、その外で車で移動販売みたいなやつとかあるじゃないですか。ああいうところで出来たてほやほやでハッて出されたら、なんだこれって感じですよね。いいもの発見、うまいって感じですね。うん、うん、かりんとうだこれ、周りは。うまい。うん、完食。うん、80円か。これもうちょっとちっちゃくて60円で売られてた。それで。どこだろうな、こういうの受けんの。浅草浅草、あるいは逆に表参道とか青山とかで出したら受けるかもしれないですね。うん、へえ、初めて食べました。はい、ありがとうございました。今日もう食べてなくなってしまいましたけども、デイリー山崎さんの、かりんとうまんじゅうっていうんですかね、80円でございました。ありがとうございました。はい、私吉田成正が、Apple のアプリケーションアキネーターに出てきます。ぜひ、遊んでみてください。